こんばんは皆さん。今日も遅れましたけど、サンドイッチの話です。音楽の話に通じるので、ああと思わずにお引きください。私、パーティーがあるときに食べやすい食事の一種として、一つとしてサンドイッチを頼むことが常でした。他にもいろいろ頼みましたが、サンドイッチは食べやすいですよね。コロナ前ですから、立ったり座ったりしながらさっと手が伸ばせる、ね、とても美味しい感じなものを選びました。で、ずっと近くのパン屋さんで、自分の住んでるところのパン屋さんで頼んで、サンドイッチを、まあ、10人分とか、かなり多量に作ってもらいました。そしてその店でずっと慣れていたんですが、ある時その店が休みだったので、ちょっとまあ自転車で遠くまで行って、他の駅でパン屋さんでサンドイッチを頼みました。そうしてみたところ、頼んだ後に驚きました。これは決して変ではありませんが、これよりかもうちょっと乱れたサンドイッチをいつも食べて、自分家の近くでなんかレタスがちょっと飛び出たりするのを綺麗な手で押さえたりしてお客さんに出していました。ところが新しく頼んだところでは、見ても綺麗に断面が揃った綺麗なサンドイッチを作ってきたんです。あれ、まあ、美味しさは大して変わりませんが、今までのサンドイッチ、まあ、プロとしてはずさんな切り方、今回のは非常に切れ目が綺麗だ。みんなが早めに食べてサンドイッチあっという間になくなっちゃったんです。見た目でこんなにパクパクが違うのかと思った次第です。実はよくよく調べてみると、サンドイッチは包丁で切るばかりではなく、食料を切る食用ハサミというものなんですね。でハサミで切るとちょっと切れたところが違います。こちら包丁でスパッと言ってますが、ハサミでもまあまあなんですけど、ちょっとこう中が踊っちゃうんですよね。決してこの写真とこの写真を比べてるわけじゃなくて、たまたま撮った写真です。もうちょっと踊ってレタスがピュッて出たりしていた。こっちはこれよか綺麗だった。こっちって僕が頼んだ、新しく頼んだ方はハムなんか綺麗になってた。でそれを見ると、多分包丁で切っただけではなくて、まあね、キッチンバサミって食用バサミじゃない、食用バサミだと食べられるハサミになっちゃう。キッチンバサミ、断面の美しさ違いますが、さらにラップにくるんでからパッと切ると、もうすごい切れ方になるということも調べたら分かりました。このようにサンドイッチ一つを頼んで切る、10人分ですからまあまあですよね。1人が600円か700円ぐらい食べるとして、7000、8000分ぐらいは頼んでいた、1万円弱は頼んでたかな、そんなことです。で、まあ崩れた方のは、何かトマトとかキュウリとかを入れてきた、そういう絵が描いてある段ボールにちょっとばらけたようなサンドイッチがそのまま置いてあるんですよ。下に何の紙もラップも引いてなくてですよ、きれいに並んでいましたが、段ボール、そして新しく頼んだ非常にきれいなところは専用の紙箱、お金取ってませんよ。もちろんこれらはお金取ってませんけど、やっぱり美的意識が違うんだ、今までのパン屋さんと新しく頼んだパン屋さん。新しく頼んだ方の方が少し安かったかと思います。うん、これでびっくりして、次からはこっちにしてしまいましたね。味は大して変わらないか、こちらの方がちょっとレタスやキュウリが多かったかもしれません。でも見た目が爽やかで綺麗、切り口も味も均一で、お客さんは見えないけど段ボールにポンポンポンって入れてくる、ちょっと汚いかなって実は思っていたんですが、新しいところでちゃんと用意された紙パックに、下にはナプキンを引いて、紙ナプキンを引いて、あ、これは全然職業意識が違うんだと思いました。そしてもうコロナ前に両方とも廃業してしまったんです、パン屋さんが。
うちでこの近くでサンドイッチを頼めなくなってしまいました。なくなってみると、こちらのパン屋さんはフルーツサンドでイチゴが入っていたのが、イチゴが半分が4分の1になり、切った断面のところだけにイチゴがあったんだけど、他はクリームだけというふうに、5、6年の間にどんどんイチゴやフルーツが切ったところだけ見せるっていう、まあ、営業が苦しかったのかもしれません。2、30年は続いたパン屋さんなんですけど、だんだんそういう、まあ、ちょっと粗悪な感じになって、とうとう廃業してしまいました。こちらは急に何の前触れもなく、しばらく調理器具を直すのでお休みしますと書いてあっただけで、こちらの方は何年やって非常に残念だが物価の上昇にはかなわずという、こう泣き言みたいのがいっぱい書いてある。こちらの方はね、今も言ってしまいましたが、調理器具を直すためにしばらく休業します。それが半年ぐらい続いて、もう違うパン屋さんは不動産屋さんになってました。何にも言わないでひっそり辞めた。いろいろ言って、大変だった大変だったって分かるよ。それはイチゴがどんどん少なくなって、最後はイチゴの6分の1ぐらいになっちゃったんだから、値段は変わんないでね。苦しい営業はあるでしょうけど、基本的姿勢が違うかなと思ってしまいました。切れ方が綺麗な、見た目に綺麗なもので美味しい。お寿司にも言えること、日本食にも全て言えることですよね。これパン屋さんの話で終わっちゃいけません。これ連帯の娘のイタリア語版でラスワマンドドドってやつですね。こういう歌を歌うにも出せばいいっていう歌い方だと音符がにじんでますけど、歌詞もにじんじゃって、ああって歌えばいいっていう、まあ調子が悪い時でこれを迎えちゃうと、ちょっとああって逃げるようなことになっちゃいますが、まあこの曲を選曲したという時点でいつでも出るんだと、ちょっと6度8分7度あってもこの曲ならなんとかできるっていう自信がなければ選べないですよね。これはアマチュアの方にもプロの方にも両方言えることです。このサンドイッチじゃないけど、見た目が綺麗、見た目っていうのはその顔がいいとかスタイルがいいとか、そういうことを音楽で言ってるんじゃありません。分かっていただけますよね。音楽のこう聞いた目、見た目、聞いた目がいいっていうことはやっぱり内容も充実してる。出せばいいっていう声で、ああってこの歌じゃなくてもすごい声聞かしてやるぞ、バーってソカラで強い声一発で、あとぐちゃぐちゃセンプレフォルテ、そういうのとは、まあ、プロでもそういう方いらっしゃいますからね。そういうふうなことじゃなくて、さっきのサンドイッチのように綺麗なものは美味しくて、包み方や梱包の仕方、客に出す前も違う、やめ方も違う、まあ、それはいろいろ理屈を言ってやめてもいいんですけど、職人かたぎの人だったんですよね。でこれで僕の実体験を言いますと、私の姉が何年か前に死んで、まあ亡くなって、死んでと言っちゃいけないのかな、自分の家族は死んででいいんですけどね、あんまきついと言われちゃうから、姉が亡くなってお葬式のお坊さんにお経をあげてもらいましたけど、ちょっと粗忽なお経だったなと。お経の良さは宗派によって違うだろうからわからないですけど、なんとなく心もとないお経だったと思いました。そこで終わった後お布施をね出して、お経はどういうふうに習うんですかって言ったの。決して悪く言ったんじゃなくて、お経はどういうふうに習ったんですかって言った。私は宗派でそういうお経の免状を持ってますから、そうじゃなくてどういうふうに習うのかなって、あのぐらいの程度だとと思っていたんです。で次に会った時には、その人はなんと宗派の免状、免許証みたいのを持ってきて、ほれこういうふうにこの前何か言われましたが、言われました、頭きてるんだよね、多分お経が下手で弱みをつかれたからだと思うけど、こういうふうに私は宗派から今日の免状をもらって
合格してプロの、あの僧侶のお経となっています。素人にはお経の深さは分からないでしょう。分かります。言わないよ、その人に。どぎまにして出てきて、所作もままならず、呼吸も落ち着かないで出てきて、カーンと鐘を鳴らして、っていう、がさつな声。歌がうまいか下手かも、要するに最近のものしか聞いてなくても一発声を出せば、この人は声がある、この人は声がないって分かりますよ。歌う前のドギドギするマイクを持ってからのドギマギもあの心落ち着かないのか、ゆったりと構えて、あるいはリズムに乗って体を動かしているのか、それによっても分かります。そのお坊さんはちょっとなんやかやダメだったので、どういうふうにお経って習うんですかって聞いただけなのに免状を出した。つまり例えば音楽家だったら、あなたはどういうところで習ったんですかって聞こうと思って、次の時に何々音大卒業書バーンって、ほらこうやって卒業してるんですよ。卒業しただけでしょ。プロの資格も何にもないわけですよ習ったっていうだけでしょどこどこのコンクールで1位2位3位取ったっていうのは、それ見せればまだ、まあ、昔のことだけどそうだったんですね。道理でなんかどうに言ってると思いましたっていうのは感想が出てくるんだけど、免許証だけじゃね、それも国家試験の免許証、医者とかと違って宗派の免許証だから、そんな実技でどのくらいの人が落ちるんだかも分かりませんそれに素人の門外観はお経のうまい下手は分かりませんって、分かるよあんたがどぎまぎしてんのって言いたかったけど、まあそこのところはね、もうそういうなったらその坊さんとかお寺変えるしかないそのように出てきて、まあ、アマチュアでもプロでも舞台に出てきて、そのドギドギとかピアニストにいちいちはいどうぞっていちいち挨拶するしないとか、集中度合いやなんか全てが客に訴えることもある。たまに何十分の1 何十回に1回、あこの人は期待できないだろうなと思ったのにすっごい声だったという嬉しい例外もあります。でもおおよそ大体十中八九ほとんどは出てきた時に余裕がない身なりがちゃんとしてない、姿勢が悪い、最初の第一声であれれ、そういうことが多いんですよね今日はサンドイッチを頼んだそのパン屋さん2つの姿勢、そういうものもあって、宗教の話もしちゃいましたけど、なかなかっていうこと、普段からの姿勢が大事かなって思っちゃったっていう話です。じゃんじゃん。